おでが俺にオンデマンド。はい、どうも皆さんこんにちは、つなぎゃっぴでございます。最初の方が分かった方は死んでください。というわけでやっていきましょう。あ、スタート遅れちゃったて。というわけで今回やっていくのはドラゴンエスケープっていうゲームです。久しぶりっすね、なんかこのゲームやるの久しぶりな気がするんですけど、やっていきたいと思います。はい、マジで久しぶりすぎる。パルクルは結構やってたんですけど、このゲームをやるのはめっちゃ久しぶりかな。はっ、まるは太平洋のつなやまキャピエモン。彼の目に映る景色はまるで太平洋のように一度水でした。嘘です、加工しました。ごめんなさい、練習でどうにかなると思いました。はい、思いが伝わった。はい、思い伝わった。マジ俺だやるだや。はい、はい。まあ、久しぶりのパルクール1回目あんなもんですよ。パルクールは結構やってたんですけど。パルクールは結構やってたんですけど。というわけで2試合目やっていきますよ。はい、やっていきます。はい。はい、完璧なスタートダッシュ。やっぱね、あのガチ勢ってのはスタートから始まるんで。スタートから始まるんで。あーまあ、こんな感じ。うまい。うまい。やっぱガチ勢のワープの使い方は別格なんで、やっぱこういう感じで別格なんで。はい、ドラゴンエスケープとは関係あるかあんまないんですけど、このエンシェントチェストが溜まってたんで開けたいと思います。まあ僕このチェストちょっといまいちよくわかんないですけど、まあちょっとガチャガチャ的なそんな感じなんでね。ポン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 フワーク、って感じで、まあ出ましたね。はい、でこの中の3つか4つ開けれるってやつですね。まあ開けていきたいと思います。まあ、運だからどれ開けてもしちゃうんだけどさ。 TNT19 個、わーすごーい。はい、次、おワードディスク、何がすごいのか分かんないけど、はい次、やっぱねもブロックスディスク、おやっぱ残り物には福君があるって言うんで、いきます。最後ここかな。あ、ここがいいの、ここがいいの、あ、ここすか、わかりました。いきますよ、バイバーン。お、え、エンダーパール78個、おー、なんかすごいかも、いいかも。まあこれの中で当たりがあったら教えてください。というわけで、はい、ドラゴンエスケープ続きやっていきましょう。はい、というわけで、出ました。懐かしいですねこのマップ、ずっとあるんだね、むっちゅ。はい、というわけでスカイランズやっていこうと思います。まあここで見せるのは、ま、え、マジっすか。まあわざとなんですけど、こっから1位を目指すっていうのがやっぱ時代の流れですね。意味わかんない。よし、なんかこのマップ多分優勝っていうより、優勝っていうかゴールより1位目標なんだよね多分ね。みんな1位目標だから、ほらめっちゃ速いあの人、うんこかよ。よしよしよし、あと何秒、7秒ってこれいける、ワンチャン。はいはい、俺うまい、天才かな。はい、というわけでね、よいしょ、あーっと見せかけて冗談です。待って、もう1位ついちゃうくね、こんなさゆっくりよ、マジ誰だよ。俺だよ、遅いんだよな、やっぱ仕事も何もかもよ。俺ってのはやっぱダメな人間だよな。あ、人間じゃなかった、猫だったと。よいしょ。待って、本当に遅くね俺。再開近いんだけど。生き残ってる中で。ね。え、ゴールするくね、あいつら、待て、慌てるなって。そんなに早く行っても いいことなんてないぞ。ほら、待ってるのはこうやって名前が出るだけ。それだけ。待って、俺も行きたい。今回一度も優勝ができなかった砂山キャピエモンだが、このままで食い下がることはできない。果たしてこの先優勝をもぎ取ることはできるのか。次回ドラゴンエスケープ最終回、優勝そんなん MGSC で先回やってからもういいわ。